はい、どうも、いがちです。僕は今、毎月、ライブ配信、やってるんです。ご存知の方も多いと思うんですけども、毎月、だいたい月末に、1ヶ月の活動報告など、あと雑談とか、質問コーナーとか、そういったことで、30分ぐらいかな、ライブ配信しております。先月の8月の末にもライブ配信しまして、その時、ちょっと雑談をいろいろしたんですね。その雑談の中で、ライブ配信の後半に話した内容、僕の後輩から相談の電話があって、仕事がうまくいってないなーっていうような感じの相談があって、自分だったらこうするかなみたいな話の雑談をしたんですけど、そこから、僕もね全然考えてなかったんですけど、移住を考えてる方に向けての発信みたいな内容になっていきまして、ライブ配信のチャット欄ですとか、アーカイブのコメント、あとツイッターの DM、 X の DMとかインスタとかで参考になりましたとか、 YouTube のコメントだったらこれを動画にすればみたいな意見もあったりして、いいね結構されたりしてるんですね。なのでライブ配信の雑談を動画にしました。あのままね切り取るとライブ配信なんで、僕もアドリブというか、もともと考えたものを話したわけじゃないので、結構ダラダラした内容だったり、うまく整理がついてなかったので、しっかり編集してテロップもつけて、分かりやすい内容として短い動画を作りましたので、ぜひ見てもらえればと思います。簡単に言うと、攻めていこう、移住をすることは今いる場所から逃げるわけじゃないし、そんなすごいね重く考えることでもないしっていうことを言いたかったんです。案外気楽にちょっとこの辺で住んでみたいなと思って行ってみて、ちょっと合わなかったら別のとこ行ってみようかなとか、それくらいの気楽さがあった方が案外うまくいったりしますよみたいな話になってると思います。それではどうぞご覧ください。ちょっとここでお話ししてみようかと思うんですけど、ちょっと前に相談を受けたんですよ。前の職場の後輩ですかね。めっちゃ転職してるんですよ、僕。転職しまくってるんですけど、その一番最初に勤めてた会社の後輩から、電話がありまして、その子今、介護施設、デイサービスセンターかな、そういった施設の、施設長、一番トップの役職で今働いてるんですけども、自分の部下から嫌われてるっていうことだったんですね。僕、もともと一番最初の職場の時に、僕はマネージャーやってて、その子、部下だったんで、僕だったらどうしますかみたいな話を、相談されたんですね。で、まずなんで嫌われてると思うのか、部下が直接ね、あんた嫌いですってトップの人に言うわけないと思うんですけど、なんでそういう風に感じ取ったかっていうのを聞いたら、告げ口があったらしいんですよね。店長なのかな、施設長なのかわかんないんですけども、現場の大変な業務は全然やってなくて、机に座ってパソコンばかりやってるっていう告げ口があったらしいんですよね。よく聞く話なんですよ。やっぱりお店のトップの人って、現場のすごい大変な仕事は、そのやっぱ現場の部下にやらして、自分はそういうマネージャー業務とか、パソコン業務とか、そういった業務があるので、そういうふうに思われるっていうのを、いろんな施設であると思います。僕もそういう経験ありますし、僕がそのトップの時も、僕が部下の時もありましたので、いろいろわかります、それはすごい。僕だったらどうするかっていう相談を受けると、簡単なのは、現場の大変な仕事も一緒にやって、分かってもらうっていうところなんですけど、自分のマネージャー業務とか、その事務作業という、それがあまりにも大変で、現場に出てしまうと、もうすごい仕事量が増えてしまうっていうものがあると思うんですね。なので、僕だったらどうするかって言ったときに、一緒にやるし、自分がやってるそのパソコンとかデスクでやる業務、これも部下と一緒にやる。ぶっちゃけすごい大変だと思うので、部下に助けてっていう感じで、僕だったらやりますね。助けてって、その上の人から言われると、結構嬉しいもんなんですよ。信頼関係を築けたりとか。店長何やってんだろう、いつもパソコンいじってって思う部下も一緒にやることによって、めちゃめちゃ大変なことやってんだなって分かったりするので、いろいろお互い理解し合えると思うんですよね。そういった話をね、相談してきた僕の後輩に言ったんですが、どうもねやっぱそれは自分には合わないというか、そういうやり方は自分も意図があって、ちょっとそういうデスク業務やってて、だから今更そういったことできないかなっていう感じになったから、長いことそのずっと施設で勤めてるから、もう辞めたいって正直思うけど、でもそれは、ね、なんか逃げみたいで嫌だしっていう話されたんですよね。家族いるし、子供も小学生の子供2人いるので、
あまり僕もね、いい加減なことは言えないんですけど、ただ、その職場にいて辛いなって思って、じゃあ辞めようっていうことは、僕は逃げとは思わないんですよね。辞めるってすごい勇気がいると思うので、逃げというよりは、人生を攻めていくっていうふうに僕は捉えてます。僕はそう思ってやってるんですね。千葉県から誰も友達も知り合いもいない北海道に移住するっていうのは、別に千葉県とか東京が嫌だから田舎に逃げていったっていうわけではなくて、新しい環境に攻めに行ったっていう感じになります。仕事を辞めて今フリーランスになったのも、仕事場から逃げたわけではなくて、攻めて辞めてこっちにこういった今生活をしてますっていうふうに捉えてます。移住相談とかしてると、テレワークとかの職業じゃない限り、移住するって今の仕事、自分がずっと慣れてきた仕事を辞めるので、不安なこと多いと思うんですよね。ですが、仕事を辞めて移住するっていうその選択をしない限りはやっぱ進めないと思うので、あまり簡単に言うことじゃないと思うんですけど、仕事を辞めるってことに対して、もっと気楽というか、辞めて移住して、で別の仕事をして、もしダメならまた別のとこ移住すればいいじゃんって、そういった感じなんですよね。旭川に今来てますけど、もしそこが自分に合わない場所であれば、だったらまた別のとこに行こうかなっていうぐらいの気持ちでした。ただ今旭川に来て今3年目ですけど、非常に住みやすいし、動画で話してる、特に子供が楽しんでますっていうことは、全然嘘はないので、このまま旭川に定住しようかなと今思ってます。これがもし旭川来て、やっぱ旭川大変だな、冬寒いしきついなって本当に思ったら、我慢して旭川に定住しようというよりは、僕はそう思ったらまた別のとこに移住しようかなって思っちゃいますね。それくらいの気持ちの方が案外うまくいったりすると思うので、家族がいる方は家族に相談して応援してくれたりとか、背中を押してくれたりとか、やってみればいいじゃんとか言ってもらえたら、全然行動に移していいんじゃないかなと思います。僕もこういった移住相談をして、旭川に実際来なかった人もいるんですよ。富良野に移住しましたっていう人もいるんですけど、全然 OK です。僕に相談したから旭川に来なきゃいけないとかっていう、そんなことはありませんので、その方がもし今と違う環境に移住したくて悩んでる方がいれば、ぜひ相談ください。何かしら力になれたらすごい嬉しいので、よろしくお願いします。はい、なんかまとまったかよくわかんないんですけども、こんな感じですかね。はい、あ、もう30分以上話してますね。はい。なんか質問とかありましたか？そういえば。全然見てなかった。まあ、毎月1回はライブ配信をして、今の、自分の活動の報告ですとか、今後こういったことやっていきますよっていうお知らせですとか、あとさっきみたいな、雑談こういった相談を受けましたとかっていうことですか？なんかそういったものをお話ししたいなと思っております。はい。はい。まあ、旭川に来てもう今3年目なんで、残りあと半年ぐらいでですかね。一応僕5月から、地域おこし協力隊やってるんで、まあ、通常で言うと7月末までなんですが、これ前の動画でちょっとお話ししましたが、最初の1年目って、ちょうど新型コロナウイルスがめちゃめちゃ流行ってて、僕、旭川に来て、地域おこし協力隊ですっていう、なんかそういう、移植状を受けて、そこから1週間後に緊急事態宣言が出て、で、旭川市の人間に、極力外出しないでくれ。人と会わないでくれって言われて、それで、じゃあ何しようって考えて、SNS 発信。でも SNS 発信なんかちょっと、インパクト弱いなって思って YouTube になって、その YouTube はね今までずっと続いてるんですよね。だって僕もともとね最初は YouTube をこれで作る予定とか全く考えてなかったんですが、まあ、結果的にねそういった状況から YouTube でいろいろ発信して、で最初は全然反応なかったんですけど、だんだんコメントくれたりですとか DM くれたりですとか、あと実際にねお会いしたりとか東京でお会いしたりとか、そこまでね来ていろいろ反響をいただいているので、まだまだこれは続けていきたいと思います。はい、じゃあちょっと長くなりましたが、ライブ配信、質問もないですよね。質問もなさそうなんで、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、もう10人ぐらい見てるんですかね。ありがとうございます。こんなもう遅い時間に見ていただきましてありがとうございます。はい、
今外の風で少し涼しくなったかな。さっきまですごい暑かったんですけど。はい、それではライブ配信これで終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。